Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。2月20日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。先週はですね、まあですね、あのヤスのとのコラボですね、リモートということでね、まあ、王子の顔がねバッチリね出ちゃってたと思うんですけど、結構ねテンションが上がって顔がねかなり赤かったと思うんですけど、決してお酒は飲んでいませんよ。滑り落ちマスマンでございます。はい、先週はちょっと突然お休みして申し訳ありません。いや王子にねお任せしたんですけれどもね、まあとりあえずストッパーはもうできないので私がヤスさんにお願いしましたけど、あとで番組を聞かせていただきましたけれども、いやーヤスさんには大変ご迷惑をおかけしました。一緒にコミスキーと、あの先週は大変失礼いたしました。ちょっと急なことであの放送ができなくなって申し訳ございませんでした。ただですね、アーカイブで聞いたんですけども、いやひどかったですね。ひどい、ひどいですね。いやヤスさんがひどいとか山中さんがひどいとかじゃないですよ。じゃないですよ。もうひどいったらもうこの男しかいないじゃないですか。あ、そうなの。ひどかったなあのトークと思いながら今日は頑張っていこうと思ったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはレコード。今夜のテーマはレコードです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーは岐阜県県域ラジオ局岐阜ちゃんで毎週日曜日18時から放送中の番組むすびイズムのメインパーソナリティである郷めぐみさんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー本日もあります。22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプルエイト、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町グッシャン芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。
名古屋市熱田区にある888ではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業、コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。キウナ名古屋。ちょっとお二人にね、ちょっとお話があるんですけどね、はい、先週のですね、はい、ですね、安さんとですね、はい、山中さんの、提供クレジットのですね、はい、ライブバージョンでね、はい、ちょっとあの叫んでみたのがとっても好評でしてね、ライブバージョン、ちょっと叫ぶようにね、うんうん、提供で読んでましたんで、はい、お二方のね、はい、なんていうの、この会社でもですね、うんうん、まあ、宣伝というわけじゃないですけども、はい、ちょっとね、こうライブっぽくね、うんうん、テンション上げてねやってたらね、またやってくださいって言われて、最後の手くれでちょっとまたこの、ライブバージョンというような感じでね、うん、ちょっと叫んでみようかなっていうふうに、なんか大変喜ばれましたね、うんうん、ちょっといいですか、はい、他にもスポンサーさんいるんですよ、うん、そうですよ、あのね、それやっていいかどうかがわからないでしょ。いや、やっていいのかわからないなんでやるの、お二方の場合はですね、それこそですね、ドームバージョンじゃないですけども、ちょっとね、砕けたような形になりますので、うん、ちゃんとしたそのオファーをいただければね、やりますけども、ちょっとね、本当から言うとちょっと意味がわからない、メールをお願いします。はい、はい、じゃあメールを、あ、ツイキャスじゃあ来てますよ、はい、泉佐野の特急サザンさん、こんばんは、はい、こんばんは、こんばんは、高坊さん、こんばんは、ということで、はい、こんばんは、スクリームさんも、ダンサーズスタジオの皆さん、おうちファンの皆さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、沖縄大好きさん、こんばん名古屋、名古屋で、新真っ白いキャンディーさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、で、岐阜の9人のバーバーさん、こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは、で、進撃のメイチャーさん、先週は違う番組を聞いてる感じがしました、滑りはそのままだったので笑い良かったです、こんばんは、滑ってたかな。で、山中さんですね、うん、先週ありがとうございました、はい、ありがとうございました、こんばん名古屋、名古屋、先週はありがとうございました、王子がお茶を飲んで酔っ払ってましたよ。あ、かなりね、テンションが上がってましたんで、顔赤くなってましたね。で、名古屋のリランさん、こんばんは。こんばんは。パパヤさん、沖縄 T シャツ屋さん、今夜も元気に、こんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではメールお願いします。はい、メールご紹介します。銭形警部からです。ありがとうございます。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマさん、こんばんは。本日のテーマ、レコードといえば、実家に住んでいた小さい頃、銭形家ではいろいろなレコードがありましたね。ピンクレディーや西城秀樹さんに渡辺真知子さん。わあ、懐かしい。あとは巨大 LP レコードには、世界名作劇場シリーズのアニソンなどの曲が収録されていたレコードがありましたね。最近では
かつてのようにレコードの良さが見直されているので、昭和世代の私たちはやっぱりレコードがいいですね。ダンサーさん、みそにくみせきさん、マスクマンさん、頑張ってくださいということでございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でも懐かしい、懐かしいな、なんかまたあの、うん、渡辺松子さんね。渡辺松子さんいいですよね。懐かしいな、うん、いいですねなんかちょっと歌いたくなってきちゃった、はい、歌って歌ってはい、では、はい、メールいきますよ。あ、ちょっともう時間ですね、はい、あら、じゃあちょっと一つだけ読ませてください。名古屋のリランさんからです。ありがとうございます。今日は郷めぐみさんがゲストなんですよね。楽しみにしてます、はい、めぐたんさん頑張ってということで、はい、はい、そのめぐたんさん、うん、この後登場するんですけども、はい、ちょっとですね、先ほどちょっとお電話でも話したんですけど、ちょっと問題にある男が1名いますということだけはお伝えしてますので、はい、はい、問題がある、うん、問題の多い男ですねああ、はお伝えしてありますので、はいはい、さあこの男いつマイク切られるかなこの後郷めぐみさん登場です。はい、キウナ名古屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。秋のイベントがマラーという皆さん、芋掘り体験は1人700円でなんと 1.5kg まで持って帰れますよ。さあ八重瀬町ぐしちゃんの芋畑集合。ご予約お問い合わせは 098-998-4010、 ぐしちゃん芋生産組合のあさとまれ。おやつと軽食の店、夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店、夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分。詳しい場所は、地図アプリで検索。税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングで相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。相続で少しでも不安な皆様、ぜひご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、電話ゲストです。本日は、岐阜県県域局岐阜ちゃんで、毎週日曜日、18時から、放送中の番組ウスビーイズムのメインパーソナリティをされています郷めぐみさんです。こんばんは。もしもし。もしもし。あれ、切れてない切れてない。はい、はい、はい、こんばんは。こんばんは。はい、聞こえますか。めぐたんこと郷めぐみです。聞こえます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ではですね、よろしくお願いします。ではあの、自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、かしこまりました。座右、はい、の銘は成功ドクト田中らぼたもち。めぐたんこと郷めぐみです。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。私ですね、はい、あの実を言うと、はい、めぐたんさんを初めて知ったのは、ムズビズムだったんです。あ、そうでしたか、はい、ありがとうございます、ご縁をいただいて2年ぐらいになるってことですね。ではそうなんですね。で、はい、ムズビズムを聞き始めたのはあの、うん、桃助さんが出演されてるということで、はいはいはい、そこからだったんですね、
私の弟ですね、はい、まあまあ、あのこの桃助さん、実を言いますとこの旧名古屋にも電話ゲストでお出になったことがあるんですけども、はい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 、はい、そうだったんですね、はい、ただですね、まあ、この後出てくる問題の多い男なんですけども、はい、あら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 ちょっと失礼な発言がありまして、はい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 、後にですね桃助さんに私何回も謝りましたはい、あれもだいぶ失礼な男だと思いますけどねいえいえ、そんなことは たまにぼーっとしてることありますけども桃助さんどうしたんだろうなと、なんかどこ見てるんかなと思う時ありますけど、あの方ね、はい、こうマイクが入らないと結構ね植物みたいなねふわっとしてるんですよそうなんですか、全然違うんですよ、あの桃助になった時にパコンってねスイッチ入れるタイプの子なんでね、はいはい、うん、あのスイッチ入ってないと本当に、ね、ふわーってしてますよ、ふわーって。そうですかあの目が泳いでる時もあります目が泳いでる時もあるし、はい、閉じてるのか開いてるのかっていうような時もよくありますね、それはいつでもですけど。そうですね、それは感じられますまあ、そうなんです、そのですね、はい、桃助さんもお出になっていただいたんですが、まあ、実は私、はい、実を言うとギフちゃん自体をはい、大変申し訳ないんですけどそこまで聞いてはいなかったんですよ、うん、はいはいはい、はい、だけど本当ですね、この結びイズムからですね、この番組結びイズムを始め、あとその前後の番組も聞くようになったんですよ。あー面白くないですか、私と番組の前の。そうなんですよ、で楽しいですよね、大好きなんですよ。そうなんですよ、で実は岐阜弁のやってる番組あるじゃないですか、うん、はい、岐阜弁マルケね、で実を言うと私ですね、はい、少なからずなんですけど岐阜にルーツがあるんです。あ、そうなんですか。初めて言うんですけども初めて聞きました、はい、私の父親の方がルーツなんですよ。あ、岐阜県ご出身だったってことですか、まあ、お父様が。もともとはですね岐阜県、今は岐阜市に合併されたんですけど鯖っていうところだったんですよ。ああそうだったんですか、はい、じゃあもう何、岐阜のダンサーズさんと言っても過言ではないこれでその後ですね加納に行ってるんですよ。あらそうですか、はい、加納塾、加納、おお、ええ、そうなんですね、めちゃくちゃじゃあ何も仲間じゃないですか仲間じゃないですか。本当ね、実を言うと岐阜とは縁があるどころではなかったんですよ。本当ですよね。そしてここでこの2年前に私の番組でまたキュッとこう近寄ってくださったって感じですね。いや近寄ってそんな、いやもう聞きたくなっちゃったわけですよありがとうございます。本当桃助のおかげですねこのご縁は。じゃあねえ、桃助さんにはありがたいなと思ってます。でそのですねこの、はい、結びイズムもそうなんですけども、同じようにですね、はい、ハマったですね若干1名、うん、あらあらあら、ですけどもその若干1名と変わりますので、はい、はい、めぐたさんご無沙汰しております、みそにこみすきです。あーご無沙汰ですみそにこみすきさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ね、いつもはぎふちゃんの、たまにギャラリーとでスタジオの前でガラス越しに、うん、いろいろリアクションしてますけれども、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。こうして番組に出ていただいて本当にありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそも感謝感激でございます。本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうなんです、桃助さんはこの番組にゲスト出演していただいて、うん、まだその頃は本当に、ね、結びイズムも聞き始めたばかりか、聞き始めるぐらいかっていうところだったんですけれども、はい、もうこの2年間でなんかすっかりオフ会も、ね、番組のオフ会も2回出席させていただきまして、うん、本当ですよね、とても感じるのはその、はい、とってもギフちゃんってあったかいなっていうのを感じます、うん、はい、そうなんですよ、ね、まあ基本がね、まあ、AM っていうところもあるんですけど、まあ、音が違うっていうのもありますけれど、やっぱなんかほっこりしますよね、うん、私も大好きですよ、うん、で
番組もねこうやってその実際に岐阜の方の放送のところの、ね、実際に様子を見られるっていうのが本当に嬉しくてですね、なかなかねあのこうやって最近ねこう直接見てっていうのができないかったりとか、あとこう番組終わった後にねあのこうパーソナリティさんと交流できるっていうのがなかなかないんですけれども、でそういったこともできるっていうのがとっても嬉しい番組ですよね。そうですね、なんかそこをちゃんとあの見ていてくださってとっても嬉しいなと思うんですけれど、あの、ラジオってなんかやっぱりもうやってらっしゃるから皆さん思ってると思うんですけれど、やっぱりそのリスナーさんとの距離が近い、まあ、メディアだとも思うんですけれど、はい、プラスやっぱりあの生放送で公開してるっていうところがすごくいいなって私も思ってて、やっぱりその目の前にあの誰かいてくれてっていうのって結構喋る方からしてみても気持ち結構違うんですよね。あ、そうですね、直接こう、ね、あのスタジオからこうガラス越しに、ねあのうん、みんなにこう聞いてみたりとか反応見たりとかして、ねうん、お話しされてることもありますよね、うん、そうなんですよ。あのふとするとねラジオってあの誰も聞いてないみたいなね風に思っちゃう時もあると思うんですけれど、はい、ああやって国会でやっているとあやっぱ誰かに届けてるんだなっていうことをこういつもね思えるので、そうですね、あのリアルに反応が直接見れたりしますよね、はい、そうね、あんまり見ないようにしてますけどね。あ、そうなんですか。あのずっと見てるとそっちに持ってかれすぎて、ね、持ってかれね、なんといってもねもう解禁賞じゃないかっていうギャラリーさんも、はいはい、ギャラリーね西田さんもいらっしゃいますからね。そうなんですよ、なんか私1回だけあの、はい、ちょっと別の仕事でお休みしたことがあったんですけど、はいはい、まあ、それを足すとその方の方が多いんじゃないかっていうとかね。そうですね、メグタンさん欠席の会で、そうそう、あの代理でももすけさんがねやられた時もそのねあのリスナーさんが、うん、出席されててね、うん、解禁賞という、メグタンさんより解禁賞っていうね。そうそう、私解禁賞じゃないんですよ。そういうと、ね、でもその、まあ、あのメグタンさんがパーソナリティをやられてて、であの、はい、サブパーソナリティのまた結びつもすごいですよね、うん、そうなんですよ、なんかどうやって揃えたのっていうこのバラバラ加減ね。この、 あのサブパーソナリティさんの選定っていうのはどうやってされたんでしょうか、うん、いやもう本当ね、はい、あのまあ、簡単に言ったら本当ご縁なんですけれど、はい、あの私のこう妖怪アンテナに引っかかった。妖怪アンテナ。そんな感じですよ。あ、なんかこの人と私が仲良くなりたいなとか、私がこの人の発信を聞いてみたいなっていう方を、そういう発信、ももすけはもともと YouTuber なんで発信をしてた人ですけど、そうじゃなくても例えば皆さんみそにこみすきさんとかダンサーズさんはご存知のひとみんとかはね、はいはい、あのラジオ、うん、ラジオ私の番組が初めてだったんですよ。ああ、そうなんですか、うん、そうですそうです。でもなんかそうじゃなくて私この人は絶対受けるはずやと思ったんですよ。世に出すべきだって思ったんですよ。なんかなるほど、はい、なのであの、ええ、そのやったことないとか関係なくて、うん、あのその人の魅力を私が感じたのでスカウトしたって感じですね。なるほど、ね、この魅力がまたね毎週毎週ねあのいい魅力として、うん、ね、あの、はい、そうそう、うん、あの先日も出ていただいたあのねあのKさん、そうです、うん、Kさんも、うんうん、ね、あのそう、あ、もう思わずアフロディーテ様と言いそうになりましたけど、そうなんだ、アフロ様ね、アフロ様と言います。ね、あのKさんもその実際にねあの、うん、まあ、番組で出ていただいたんですけれども、またこのムスビズムの番組だとまたKさんの魅力が最大限に引き出されるというかね。まあ、あれでもちょっと控えてる方なんですけれどね。あ、そうなんですか。無料経営の放送なんでね。ね、え、そうそう、あのこのアフロディーテ様のコーナーとかまたね、うん、ちょっとあのと通常にないKさんの魅力っていうのが出てまして、そうですね、あの方もあのクラシックっていうちょっとねあの、はい、今はちょっと難しいと言われているジャンルをやられているんですけど、うん、まあ、エンターテインメントにしたいっていう思いがね終わりなので、
まあそれだったら面白いキャラをちょっと出していただけたらなっていう感じで使ったっていう感じですね、ね、最大限に出てますよね、その魅力が。いや、あんなもんじゃないですよ。まあ、放送でね、こう流せる魅力、最大限の魅力というところで。そうですね。そしてですね、ちょっと隣でですね、桃杉さんに失礼なことを言った、もう一人の問題児がおりますので、めぐたんさん、代わっていただいてもいいでしょうか。もちろんでございます。はい、受けてた。はい、お願いします。はじめまして、はい、滑り王子でございます。滑り王子様よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。あ、はい、めぐたさんはもうね、ギフちゃんでね、ご活躍ってことですけども、他にもですね、こういろんなこう、うん、なんていうのかな、こうお仕事もやられてるんですか。あ、そうですね、まあ、基本的にこのめぐたんとして活動しているのはその司会とか MC とか、まあ、ナレーションのお仕事とか、はい、そういうものをやっていただいておりますね。そしたらですね、もうおしゃべりのプロでございますので、もう王子なんかはですね、もう噛むはですね、メールの漢字は読めないとかね、まあ、そういうパターンでございますので、分かるそれ、うん、それで皆さんに助けていただいてですね、なんとかね、こうやっておしゃべりできてるんですけども、やっぱりですね、まあ、女性のゲストの時はですね、必ず私がですね、エールを送ってますので、エールはやめて。エールはダメなの？今ね、ツイキャスでですね、名古屋のリランさんが、はい、桃助さんも、ケイ様も、ひとみん様も個性豊かで大好きですって、はい、リランさんだ、わー、リランさんがツイキャスで聞いてくださってます。はい、あー、リランさんありがとう。で、沖縄大好きさん、エール、いやいやと。なんか今ね、やめてって言われたけど気になっちゃうでしょ、めぐたんさんね。うん、まあなんかね、今言ってもらいますけど、ちょっとやばいと思ったらマイク切りますので、時間がないのでね、ちょっと足早いんですね、はい、まあ、いつもね、はい、ご苦労様ですということをね、はい、気持ちを込めてですね、はい、めぐたん、大事な人には内緒ですよ、はい、お背中流しましょう。切りました今、はい、ちょっとやばいなと思って、ちょっとね、はい、ちょっとメグタンさんになんて失礼なこと言うの、あなた。ちょっとやっぱり途中で切りました。今高保さんが、はい、ツイキャスからね、イエローカードって、はい、なんかだんだんフェードアウトしたんで、最後の方分かんなかったんですよ。最後重要なところを切りましたので。お背中何あとはめぐたんさんのご想像にお任せします。はい、わかりました。やっぱなんか知らなくていいことってありますからね。まあ喋りたい、うん、喋りたい。あ、まだ切りっぱなしだった。ごめん、ずっとね、バイク切られてましたんで、はい、ずっとね、いろんなこと喋ってたんだけどね、聞こえてないよね、みんなにはね。高保さんがダンサーさんのファインプレーってなってますけど、あ、名古屋、A718 ジョージさんからです。おわ、ジョージさんだ。ジョージさんツイキャスで、お、めぐたんと王子が鉢合わせって。ウェーイ、ジョージさん、イエーイ。まあ、お背中の後はご想像にお任せしますので。怒りました。とってもいい、言葉でございますけども、うん、なかなかね、こうやって音声載せていただけないっていう。ああ、なるほど。また、まあ、世の中知らない方がいいこともありますから ね、 そうですね。想像力豊かになって、ね、いろんなこと考えちゃうからね。そう、すべてを明らかにしない方がいいこともありますから。そうです、本当に、ね。そうだよね、本当に、ほほほほってなっちゃうよね。お黙り。はい、せっかくですので、めぐたんさんから、はい、番組の紹介をたっぷりしていただけないでしょうか。はい、たっぷり、どのぐらい、はい、100話。もうお任せいたします。お任せします。いや、本当に杞憂名古屋をお聞きの皆様、本当に、まあ、お初ということなんですけれど、今日は本当にありがとうございました。岐阜ちゃんラジオという、まあ、岐阜の、ね、放送で番組をさせていただいているんですけれど、日曜日の
夕方ですね、午後6時から生放送にて1時間、岐阜の縁結び情報番組という番組で、岐阜で活躍している方とかね、ものとかそういうものをご紹介して、皆さんとご縁を結びたいという番組をさせていただいております。それでね、本当に繋がったのがダンサーズさんだったり、味噌煮込みスキーさんだったり、そして、お瀬名がなんとかなんとかのスペインコースだったり。っていう風にね、こうやって岐阜を超えてたくさんのご縁がね、つながったらいいなっていう風に活動しておりますので、ぜひ皆さんよろしければ聞いていただけたらと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。この番組は沖縄県の番組にはなるんですけども、はい、岐阜ちゃんラジコで全国で、はい、そうですね、いただけますので、そうなんですよ、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。私も実は沖縄にお邪魔してた時も聞いてましたよ。そうですね、沖縄から、はい、ゆちゃんを聞いて投稿してたっていうね、なんかそのもうその時ぐらい忘れてください、いいのに。いやちょうどですね、夕日を見ながら聞いてました。マジっすか、はい、そんなコラボが、はい、そんなコラボが、それは私反対にそういうことできないんですよね、自分が放送してると。まあそうなんですよね。そう、自分の声を生で聞くってことは絶対できないんでね、本当に羨ましいですよ。ちょうどです、まあ、岐阜、そうです、沖縄県の読谷村っていうところがありまして、そこで夕日を見ながら聞いてたことがあります、ありましたね。何、その綺麗な風景と私の声マッチしてました、大丈夫？これがですね、もうね、良かったですよ。本当良かったですよ。また沖縄から聞くギフちゃんも良かったですよね。良かったですよ、うん、本当ですか、違和感じゃなくて、はい、本当にそういうもんなの、そんな貴重な体験してる人あんまりいないかもしれないですね。まあ、我々ですね、まあ、3人ともラジオ変態ですからね、すごいですね。あ、そして先ほどですね、皆勤賞の話をしていましたらね、岐阜 XR570 さん、吉若さんですけど、あ、言っちゃった、ほぼ皆勤賞は私ですと、ツイキャスで公表しております。そして清丸さんも、あ、皆勤賞の人だっていうことで、あら、なんかもう、なんか聞きなじみがあるリスナーさんがたくさん現れてめっちゃ嬉しい。はい、清丸さんと吉若さん。あとひふみさん、岐阜ちゃんという番組は沖縄では聞きますが、岐阜ちゃんというラジオ局なんですよ。ひふみさん、そうなんです、なので、はい、ラジコでね、ラジコで聞けます。岐阜ちゃんで、聞けることができますね。岐阜県のラジオ局になります、ラジコで聞けますので、ぜひお聞きいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。気にしていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。最後に、あなた何か言いたい？え？言っちゃうよ最後に。何を？いや、まあこれはですね、はい、まあ、シークレットの部分はですね、想像していただいてですね、まあ皆さんリスナーの方はね、結構ね知ってるかもしれないですね、王子がいつもエールを送ってることに対してですね。もうエールはいいよ、エールはやだ、エールはいい。沖縄大好きさんが、王子は自分の背中で我慢しなさいって。あら、そうなの？じゃあ綺麗にしちゃうよ。お黙り。ね、あと沖縄大好きさんがね、桃助さんの動画よく見てますっていうことで、YouTube ですね。ああ、ありがとうございます。弟がお世話になっております、ね。お世話になっておりますって。で、沖縄でも YouTube をね、桃助さんの YouTube をご覧になってるということで。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、大幅にお時間が延びまして申し訳ございませんでした。あ、そうなのね。あら、やだ、楽しい時間って早いわね。ありがとうございます。本日は、パーソナリティをされています郷めぐみさん、めぐたんさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。キユナ名古屋。メールをご紹介します。メールをお願いいたします。はい、こちらですね、
ダンサンさん、ミソさん、摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、こんばんは、シュークリームです。ありがとうございます。中学生の頃、ジャンプやマガジンなどの少年漫画の通販広告に出ていたフォルクスワーゲンバスの自走式レコードプレイヤーが欲しかった記憶が、あ、そんなあったんですね。クラスメイトが学校にレコードとこのプレイヤーを持ち込み、多くの女子から注目を独り占めしてやがって、今思い出すとムカつきますあら、ちなみに王子は女子から反感を独り占めしていたというのは本当ですか？そりゃそうですよね。え、あのエレトーク全開でしたからね。それはあのふざけるな。いやでもそれはね、あの女子もね、あの敏感に反応しますからね。おだまり、またそれが嬉しかったっていうのがございますけど、おだまりということでございます。それセクハラです。セクハラじゃないじゃんね、ヤスさん先週リアルでね出てくれましたからね。はい、びっくりした。ね、メール紹介します。キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷さんのフルムイカリーです。ありがとうございま す。今週のテーマ、レコード。私もレコード所持者です。世の中がレコードから CD に完全に様変わりする境目の80年代中期頃までレコードができる、レコードをできる限り購入していました。なぜなら当時の CD はレコードより高価でしたから。輸入版 CD が出回るようになってから、それに比例してレコードが生産されていかなくなったんですよね。しかしあれから約30年近くレコードが流通していない中、今では世界のレコードに興味を持ち始めた若者たちのおかげで、レコードが日本でも再生産されるとなったとテレビで知りました。ありがたや。それにしても現代生産されているレコードは板質が厚く、重量版で質が良さそうですね。それ相応に値段も高いですよ。 LP レコード1枚の値段は約4000円で、シングルレコードは約2000円しますよ。現在レコード需要が高まったといっても、それでも大衆向けとは言い難いでしょうね。そうなると高価な品物になってしまうんですよね。若者たち買えるのかなということで。高くなりましたね、レコード。あー、高いですね。びっくりしましたね。値段今聞いて、2800円で買ってた時代ですからね。そうだね、うん、そうだね。ただね、当時の2800円って今の4000円ぐらいの価値ありそうですけどね。いや、買えなかったですよ、ね、なかなか、うん、なかなか買えなかったです、うん、だからレンタルレコード行った。あー、そうですね。そうそう、本当ですよね。永久会員になったのにレンタルレコード屋さん潰れちゃった、うん、そうだね、結構潰れたからね。はい、はい、続いてですね、はい、これラジオネームは一番最後にご紹介します、はい、お三人様こんばんは。こんばんは。こんばんは。初めて買ってもらったレコードはピンクレディの UFO でした。あと父がドリフターズが好きだったので、大きいサイズのドリフターズのレコードもありました。しかしジャケット写真には志村けんではなく新井中さんが写っていました。あと雑誌の付録に黄色や赤、茶色などの薄くてペラペラなそのシートがついていましたが、知っていますか？あ、そういうのありましたよね、そのシート、はい。お三人様はお若いから、分かりませんよね。それ分かっちゃうんだな。そのシート分かりますよ、分かっちゃうんだ、持ってましたよ、ではでは、マンタキーラジオに復活したみなこでした。ということでみなこさんです。あ、みなこさん、ありがとうございます。ね、え、新井中さんもよく分かってますよ。なんだバカ野郎ですよね。あ、そうそう、ね、そう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 、うん、ちゃんと分かりますんで、この3人分かっちゃいますね、分かっちゃいましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では名古屋ネーム、うん、沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。ダンサーズさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋。名古屋。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、レコード。実はレコード持ってます。僕のではなく祖母の。実はコロナ禍の頃、祖母が施設に入居が決まり、住んでたアパートを退去することになったんですが、その片付けをしているとレコードが出てきました。置き場がないため、今僕の家の湿気のないところに保管しています。もしレコードプレイヤーがあれば聴けるかも。そしてレコードで思い出したのが、僕が好きなアニメラブライブ、そのラブライブサンシャインでも実は過去にレコードとレコードプレイヤーを販売していたことが、過去に販売された CD アルバムをレコード音源で販売、
実際に購入したファンの方が YouTube でアップしていたのですが、音質がとにかくすごかったのを覚えています。ある声優さんはレコードが好きでラジオ番組ではレコードを流しているとかということです。うんね、うん、音質こだわると、うん、本当に底なしですよ、うん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 。でもやっぱりレコードの音質のまだ独特のそのね、うん、良さがありますよね、うん、デジタルっぽくないというかね、うん、柔らかいその音が、うん、なんかたまにこうやって乗せると針乗せるとこれパチッパチッっていう時あるじゃないですか。それもまたいいんですよね、はい、それがいいんですよ ね、 ね、うん、あとトレースノイズって言うんですけども、うんうん、あのレコードってあの擦る音がするんですよ、うんうん、針乗せると、うんうん、トレースノイズって言うんですけど、うんうん、あれもいいですね。 CD では絶対出ませんから、うんうんうん、でそれなりの針、それなりのケーブル、それなりのアンプを使えばいい音出るんですよ、レコードでも、うんうん、ね、うん、高保さんが、うん、整いました、はい、レコードとかけまして、はい、夫婦喧嘩と解く、はい、その心はどちらも溝が深いでしょう。ですね、あスペリ王子の家庭のこと言ってる。溝が深い。そうなの？溝が深い。あ、まあ深いんですか？溝が深いという闇が深いですよね。まあ、まあ、闇といえば闇ですけど、まあ、そこにたどり着くことがないっていう、ね。ちょっと待って、それ溝が深いよりなんだろう、うん、かなり疎遠になってるっていう。あ、そこにたどり着かないっていうね。ちょっとそれ笑っていいのかな。いや、それは全然結構でございます。本当ですか。では名古屋は栄養コーナー行きますけど、うん、いいですか。はい、はい、名古屋は栄養コーナーです。はいはい、はい、まあ、今日ですね、うん、この、まあ レコードのテーマなんですけども、うん、はい、まあ、メグタン、ね、岐阜っていうこともあって、うん、はい、名古屋、あ、まあ、沖縄、うん、まあ、名古屋、岐阜、うん、はい、まあ、そこで何かつながるものないかなと思ったんですよね、はい、でぜひですね、こういう感じで沖縄の皆様も岐阜へ行ってほしいなというのを思ったんです、うんうん、それがですね、まあ、飛行機で那覇空港から中部空港セントレアに行ってもらいます、うんうん、はい、でそこから、まあ、電車で、ぜひ一本で行けるんですよ、岐阜が、岐阜へ、あ、そうですね、名鉄電車が走っておりますので、うん、はい、岐阜、名鉄岐阜駅を目指していただければもう岐阜直行するんですね。そうなんです、実は、うん、そうですよね、うん、ね、名鉄電車ミュースカイ乗りまして、はい、うん、そのまま乗り換えなしで岐阜に行けますからね、うん、そうなんですよ、名古屋を経由し、うん、まあ、経由っていうか通過するんですけども、うん、そのまま特急で行けちゃいますからね、うん、はい、なのでぜひですね、うん、その岐阜へ行っていただきたいなと思います。でじゃあ岐阜に着いたら何があるんだと、うんうん、まずそうですね、私、まあ、言えるのは岐阜駅の目の前にはあの有名な像がありますよね、はい、金ピカの金ピカの織田信長さんが、うんうん、があります、うん、光ってますよね、うん、ライトアップもされてますね、ライトアップしますね、でそして、まあ、有名な、ね、ところとして金火山、やっぱり岐阜城ですよね、うん、金火山の上に岐阜城がありますので、うん、なんといってもこの織田信長とはもう関係深いどころじゃないですから、うん、まあ、ぜひですね、そういった流れで行っていただくのもいいのかなと思いました、うんうん、そしてですね、これはまあ時期が来るとですね、美味しいものあるんですよ、うん、ちょっと今は時期外れたんですけど、はい、うん、牡蠣ですね、うんうん、牡蠣ね、うん、果物ね、果物ね、はい、うん、はい、発音おかしかった、うん、発音が貝殻のようだった、うん、牡蠣が美味しいですね、うん、特に冬牡蠣、冬牡蠣、富という字にあると書いて冬牡蠣って言うんですけども、うん、これが美味しいんですよ、うんうん、なのでぜひですね、沖縄からも一発二発ぐらいで行けるかな、
うん、で行けるルートでぜひ岐阜をご堪能いただくのと、うん、またのそのお時間があるようでしたらもっと奥のですね、はい、あっちの飛騨高山とかですね行っていただいたら、飛騨、ねうんうん、高山もいいですね、うんうんうん、もうなんか外国人がすごく多いっていうそうみたいですね、うん、ことを聞いてますけども、うん、まあですね、まあそういったところもありますけどその手前のところまた飛騨の方とかでもですね、うん、すごく有名なところもありますの です、ね、ぜひですね、うんまあ、まずはお手軽で岐阜が行けるのかなと、うんうん、泉佐野の特急サザンさんが岐阜路面電車を思い出すねってなくなっちゃいました ね、はい、ねうん、うん、路面電車なくなっちゃいましたもん ね、岐阜 XR570 さん、はい吉岡さん柿は実家で栽培&出荷してましたよってあそうですか、うんうんうん、すごいもうあれでしょうね岐阜の皆様はもう柿は買わないのかなブツブツ交換なのかな なんかね柿はもらうものっていうねなんか岐阜の方がなんかそんなようなこと言ってましたけど、うん、そうなんですかじゃあそうですね、うん、リランさん皆様岐阜良いところですよ、うん、ってありますね、うん、あとピオマルさんも今は路面電車にいたハートバスが走ってますそうなんですねあともう一つ私思ったら水が美味しい水美味しいですよね、なんかこう名古屋から行っても、うん、水なんかやっぱりその普通に食堂出てくる水でさえっていうかね普通に飲む水が美味しいんですよ普通に出てくるんですけど、うん、その水が美味しいんですよ美味しいですよね、うん、でその水で出したのコーヒーはいはいこれも美味しいですね、やっぱり美味しいですよね、うん、水が美味しいとやっぱり美味しいですね、うん、ね水に関係します ねあれなんか宣伝してますけど、はい、パパヤさん、はい、名鉄といえばほぼ岐阜に違い近い岐阜に近いですね、うんうん、モンキーパーク、うん、体験型アトラクション施設、うん、名鉄グループ乗り物館モンキーパーク駅が3月2日土曜日にオープンしますってあそうなんだあそうなんですか犬山ですよね、うん、あモンキーパーク、うん、なんか、うん、変わったんですかリニューアルしたんですかああそうなんだ犬山ですよね、うん、モンキーパークですね、はい、犬山ってのはもう、うん、ジャンピングババしか知らないんですよ犬山じゃない、うん、岐阜の話ですよ、はいはい、というところで、うんはい、今日は名古屋は栄養ちょっと岐阜にクローズアップしました、うんはいはい、岐阜名古屋はいメールご紹介しますはいお願いします、旧名古屋の皆さんこんばんは岐阜の9人のバーバーですありがとうございます我が家には夫の趣味のLP レコードが4500枚以上あります4500枚すごいお店よりかあるんじゃないの、レコードプレイヤーが3台 JBL のスピーカーも90キロの重さのものが2つが2階のリビングにありますすごいですねすごい、うん、そのうち2階の床が抜けないか心配している私ですああ重いですもんね、レコードで聴く音楽の臨場感を味わっている夫私はもっぱらラジオ好きなのでレコードには全く興味はありませんあら、中学高校の頃には小さなプレイヤーでお小遣いで買ったレコードを聴いていましたよ iPhone から送信ということでございますあ、ひふみさんもね、家にレコード300枚くらいあるのにレコードプレイヤーがございませんどの高くださいっていやでもすごいですね、うん、ね、3500枚ですか4500あごめんなさい4500枚ですかすごいなすごいです、ね、どうやって保管されてるんでしょうね、うん、全部聞くだけでも時間かかってしょうがないっていうぐらいだよね名古屋のリランさんが、うん、私が初めて買ったレコードは、はい、森田健作さんの友達を泣くんじゃないでしたよってあ私隣の男に泣きそうなんだ、ね、泣きそう、このトークでタコモさんがね、はい、これ王子を泣くんじゃないって、うん、これはどういった意味
これはもしかしたらなんか曲のタイトルにしてほしいとかそんな感じ？え、なんか歌作るの？歌作る？いや、歌はね、歌はピヨマルさんがさっきイルカ池のジャンピングを回ってそこに反応してしまった。はい、はい、はい、いいですか？はい、どうした？王子立ち上がって、はい、あ、メールですか？はい、はい、はい、お願いします。あ、そうそう、パパヤさん床が抜けそうって。そうですよね、4500枚すごいですね。はい、メールいいですか？はい、はい、お願いします。はい、続いてですね、ダンサーさん、はい、ミソニコミスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。中学生くらいまではまだレコードの時代だったので結構な枚数を持っていました。今も暖房に入って物置あたりにあるかなと思うのですが、ここ何年も確認していないので、もしかしたらカビが生えてしまっているかもしれませんね。あ、今度探してみようかな。今日は日中本当に暑くて仕事の移動の車の中でクーラーを入れていました。そうだよね、暑かったよね。うん、王子も半袖でいましたから、体調崩さないように気をつけてお過ごしくださいということでございます。はい、ありがとうございます。本当ですね、この寒暖差でね、またびっくりですよね。うん、じゃあメール紹介しますね。はい、ジョージさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。王子、ダンサーズさん、ミソニコミスキーさん、こんばんは。こんばんは。ご無沙汰してすいません。最近レコードが見直されてきてますね。昔実家にソニーのプレイヤーがありまして、中学生ぐらいから興味を持ち出して使ってました。よくカセットテープにダビングしてましたね。家を建て替えた時にもう CD の時代だからいらないだろうと処分してしまいましたが、これが今とても悔やまれます。うん、あ、本当ですね。ね、もう確かにもう CD の時代になったらレコードって聞かなくなるんじゃないかなって思ったけど、まさかね、またこうやって再ブームが訪れるっていうのは、うん、そうですね。ね、うちにもありますから。ね、うちもありますけども。はい。はい。はい、お願いします。はい、次ですね、進撃のめいちゃんからです。はい、ありがとうございます。叫んだやつはまあ好評かどうかはさておき、これはあれかな、先週は何か違う番組プラス、さやかさんがいないと、無理なはずと感じた放送でした。やっぱりヤスさんいてよかった。今日からは通常放送で一安心です。そしてレコード、ミノカズのバーでレコードを 見たくらいで、なかなかレコードを、触れるという機会がないんですね。レコードってあのパチパチが雰囲気を感じるんですよね。うん、柳さんの番組やミノカズさんの番組のほとんどがレコードから流しているので素敵ですよね。うん、そうですね。これはあれだね、最後はではでは大事なスポンサーさんを叫ぶのはあんまりやめた方がいいと思うのですが、これねとっても好評で、あれね、多分そう先週のやつ聞いて思ったんですけど、うん、そのヤスさんと山中さんのその会社名が、うん、分かるっていう意味でスペシャルでよかったっていう意味だと思いますよ。うん、でまた来週も叫んでほしいなと言われちゃいましたけども、自粛しておきます。ちゃんとねスポンサーさん平等にお願いしますよ。はい、嬉しかったみたいだよ。はい、じゃあメール、はい、もう一回いけますかね。はい、はい、バーモントさんからです。ありがとうございます。今週のテーマレコード、その昔荻野目洋子さんのシングルレコードを某地元ラジオ局からプレゼントでいただいたことがあります。お、学生時代はラジオチューナーとカセットデッキがついたレコードプレイヤーで、カセットテープにレコードから曲をいっぱい録音してオリジナルテープを作ってヘッドホンステレオで聞いてましたね。いや懐かしいっていうことです。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、やってましたね。ね、あ、うん、レコードすごく私も聞いて録音しましたね。ねえ、うん、あ、その続きがありました。はい、今ではレコードプレイヤーもアナログレコードもオリジナルテープも処分してしまって、やっぱり取っておけばよかったなって思っておりますよね。うん、ねえ、やっぱりそうですよね。うん、本当にね、CD の時代になってね、うんうん、そうですよ ね、うん、レコードがこうやって見直されるっていうようなね。はい、ということで、エンディングです。はい、
来週のテーマは大盛り。来週のテーマは大盛りです。ご飯の大盛りのお店は頭にインプットされているこんな大盛りは嫌だったなど大盛りエピソードをお寄せください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を絶賛募集中名古屋熱田トリプル A と、入居者募集中名古屋熱田トッペロン、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 芋掘りイベントは八重瀬町牛ちゃん芋生産組合、お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田おやつと軽食の店夢屋、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、グランレーナさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございます。来週は大盛りですよ。大盛り、はい、閉店グラングラー。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました、ね、やっとあの皆さんが言うね、うん、通常放送ということでございますけど、うん、ね、うん、まあどうでした、まあ、あのいつもと変わらずでしょ、あのいい感じでね、まあ、今日一つねどうしてもね、うん、エールが完璧に言えなかったのが残念でございます。いや、エールは、はい、ということで、はいはい、それではまた来週、はい、はい、来週です、はい。